最大で法人だったら30万円支援してもらえると。はい、それでは今日はですね、これからもらえる新着給付金ということでお伝えをしていきたいんですけども、最近もう本当にこう物の値段って上がってきてるじゃないですか。まあ、原油、燃料の価格が上がってきてることによる物価上昇だったりとか、ウクライナの問題だったりもするわけですけども、本当にこう今最近物の値段っていうのがこう目に見えて上がってきてるわけですよね。でそれに対していろんなところでその支援策っていうのがですね打ち出されてきてるわけなので、その最新情報をですねピックアップしてきたんで、それをですねお伝えしていけたらなと思っております。いろんなこう全国つつ裏裏までですねこう全部情報を探せてるわけではないので、本当にこう一部抜粋しただけ、僕が調べて見つかった情報だけピックアップしたものだけお伝えすることができますんで、これをきっかけにですね、該当しなかった場合はご自身のお住まいの自治体とか関係する分野の機関のですね情報とかを探していただいて、該当するものがあれば使っていっていただければいいかなと思いますし、情報の探し方みたいなところでですね言っていただければいいかなと思います。はい、というところでですね、早速一部紹介していきたいんですけども、まず1点目ですね、僕の拠点である大阪関西の付近の自治体からピックアップしてますけども、1つ目はこれ兵庫県ですね。兵庫県中小企業と原油価格物価高騰対策一時支援金ということで、要はですね原油価格が上がってるとか物価が上がってることによって影響を受けてる業者さんに対して支援金出しますよという制度ですね。主な支給要件としてですね、次の要件を全て満たすものということで、主に4つの条件設定されてます。で1つ目はですね、コロナであった国の事業復活支援金をもらってる人ですね。でもしくは兵庫県の経営円滑化貸付というのでですね、もうすでにこう原油価格の高騰とか物価上昇に関わる影響で借り入れをされているところですね、このどちらかに当てはまることが必要ですよというのがまず1つ目の条件ですね。で2つ目というのはですね、中小企業であろうが個人事業主であろうが兵庫県内の人もしくは会社であることが条件ですよということです。はい、で3つ目ですね、令和3年11月以降の燃料費、光熱費および原材料価格の高騰の影響を受けていることっていうのがあるんで、その影響を受けている方はもらえますよと。で4番目ですね、影響を受けてるんだけど事業を継続するために今頑張ってる人とかですね、これから頑張っていこうとしてる人っていう、この4つの条件を満たした場合ですね、最大で法人だったら30万円支援してもらえるという可能性がありますんで、対象の方はですね、ぜひ詳細ですね調べていただいて、兵庫県調べたら出てくると思いますんで、調べていただいて申請をして活用していくというふうにしてください。はい、で次ですね、お隣、京都府ですね。京都府もこういった支援をしてくれるようです。でこれは中小企業と総合支援補助金ということで、補助金って名前がついてるんで、目的自由な給付金とはひょっとしたら性質が違うかもしれないです。一応ここに書かれているのはですね、法人だったら10万円、個人の方は5万円、この物価上昇等に関してですね影響が起きている人ですね。これはですね、業種を問わず売上が減少している事業者および地域の物流を支える事業者に対して、燃料費とか光熱費、原材料費、固定費、資金調達コストに幅広く当てることができるって書いてるんで、実際にかかった費用に対して補助されるみたいなイメージだと思います。はい、というところで、これはまだ詳細公開されてないんで、詳細が公開されるのをちょっと待ちましょうというところにはなるんですけども、京都府で事業をされている方、法人を運営されている方が対象になってきますので、対象の方はですね、情報の更新をちょっと要注意ということでですね、チェックをしておいてください。はい、その他ですね、これ北からちょっと順番に行きたいなと思うんですけども、函館市でもこんな制度があるようです。函館市事業者物価高騰等緊急支援金募集要項ということで、これもですね、いろんな条件ありますけど、1事業者につき法人個人関係なく5万円出るようです。なので僕のチャンネルで見ていらっしゃる方で函館の方いらっしゃるかちょっと分かんないですけども、函館で事業されている方はこの支援制度が使えますよということです。で他ですね、この天童市、これどこにあるかというと山形県にあるんですよね。山形県の天童市のホームページに載ってるんですけど、一応これ山形県の支援金の情報が天童市に載ってるんで、山形県全域がおそらく対象になると思うんですけど、山形県の法人および個人事業主の方に関してはですね、法人が10万円で、個人事業主の方が5万円ということでですね、これも原油高物価高騰に関する支援金ということで、これも給付金なんで、これはですね目的関係なく真水でこう支給してもらえるもんじゃないかなというふうに思います。はい、その他にも次ですね、前橋市ということで、これはですね前橋市の制度になってると思うんで、群馬県全域が対象ってわけじゃないんですけど、前橋で事業されている方は1事業者につき1で10万円支給されますよというふうな制度が出てます。
はい、というふうな感じでですね、いろんなところ自治体でですね、こういった支援制度、発表されているものもあれば、おそらくこれからこう今から制度設計してですね、追加でこう支援していきましょうかっていう自治体もあると思いますし、選挙も終わったことですし、ひょっとしたら国としてですね、もうちょっと何か支援してもらえるような可能性もあるかもしれないですし、これからいろんな情報要注意だと思うんですけども、こういった自治体の場合はですね、その該当する市町村のホームページだったりとか、都道府県のホームページを見ていくとですね、最近結構やっぱり大きな問題になってきてるんで、コロナの時だったらですね、コロナに関する支援制度のページが設けられてましたし、特設ページがあったんで、そこを見に行けば支援制度まとめられてますし、で今回こういった原油価格の高騰とか、物価上昇に関するものであればページをですね用意しているところが結構多いです、なのでそういった情報をですね探す場合は都道府県市町村のそういったページを見に行くというふうなことをやっていただきたいのと、他にもですね国で、そんな補助金だったりとか給付金もしくはまあいろんな支援制度できたりしますんで、国の場合は、関わる省庁ですね、基本的にはこう事業なんで経済産業省というのがですね、担当になってくるんですけども、それ以外にもですね、まあ、いろんな省庁、国の機関とかですね、公的な機関がですね、いろんな支援制度を発表する可能性もあるんで、まあ、全部見てると大変なんで、ご自身のやってる事業に関する分野の機関ですね、そういったところのオフィシャルなサイトをですね、見に行ってもらうと、支援制度がまとまってたりとかしますんで、そういうのを見ていただくとですね、ひょっとしたら使える制度が見つかるかもしれないんで、ぜひ参考にですね、探してみてください。はい、ということで最後まとめていきたいんですけども、まあ、コロナの影響もですね収まってきたんかなと思ったら、最近また流行りだしても来てますし、それと同時に、こういった原油価格の高騰に始まって、物価上昇してきてますんで、僕ら事業者だけじゃなくてですね、一般に生活していくのも影響してますけども、これからの日本を生きていく上で結構困難がやっぱりこうたくさん積み重なってきてるんですけども、しっかりそれを乗り切っていくためにですね、こういった支援制度をですね、生かして乗り切って事業をですね、成長させていきたいなと思いますんで、ぜひですね、見ていただいている方も一緒に頑張っていきましょうということで終わりたいと思います。経営者の味方、上杉でした。